自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で安倍派の会計責任者が嘘の記載をやめることについて、昔の幹部には何度か進言したと法廷で証言しました。自民党の安倍派で会計責任者を務めた松本純一郎被告は、政治資金パーティーの収入およそ6億7000万円について収支報告書に嘘の記載をした政治資金規正法違反の罪に問われています。東京地裁で9日に行われた被告人質問で、検察側から嘘の記載をやめるよう進言したことはないのかと問われると、松本被告は今の幹部ではなくて5年間仕えた幹部には何度か話したことはありますと証言しました。また前回の裁判でキックバック再開の経緯についてある幹部の要望だったと証言していましたが、幹部が誰かを問われると、前回いろいろお話ししましたが、それ以降ご本人の方もおっしゃらないようなので、名前については差し控えさせていただきたいと話しました。次回は来月9日の午後1時半から論告弁論が行われる予定です。